こんにちは。インテリアにザインのすべてをつぎ込む女です。突然ですが、この状態のこの部屋を見るのはこれが最後になります。少し前からいい物件さえ見つかれば引っ越したいなぁと思っていて、何軒か部屋を見て回ったりしていました。ああ、そうなんかな。別に今のアパートが嫌だとかそういうのはなくて、むしろ窓から渋滞具合が確認できたり、夏には花火を堪能できたりとかなり気に入ってるんですけど、また一から部屋作りをしたくなったというのが一番の理由です。そしてついに、引っ越してもいいなぁと思える物件に出会えたので、引っ越しを決意しました。引っ越し日は9月15日です。部屋を一から作るということで、これまで苦楽を共にしてきた愛しの家具たちに別れを告げることにしたんです。新居にこのまま丸ごと家具を持って行ってしまったら、同じセットを別の場所に組むだけになってしまいますから。そこで、私の大切な大切な家具たちを次の大切にしてくれる方へバトンを渡したいと思い、メルカリに出品することにしました。インテリアに財のすべてをつぎ込む女の名前で出していますので、興味のある方はぜひ見てみてください。壊れているものもあるので、注意事項をよく読んで検討していただけると幸いです。引っ越しの都合上、掲載期間は8月末までです。一つ一つが高額なので、なかなか引き取り手が見つからないかもしれませんが、その場合は地元の家具屋さんに引き取ってもらおうと思ってますので、心配ご無用。短いスパンで鬼ほどつぎ込み、早々に飽和状態となってしまった 2LDK。
ここ1年は小さいものを買って楽しむことしかできなくなっていました。次の部屋ではそうならないよう、スローペースで楽しんでいきたいと思います。今後のスケジュールとしては、お盆明けから本格的に荷造りを始めて、8月24日に新居の鍵を受け取り、休みの日に床を張ったりして9月15日に引っ越し、そして9月末までにこの部屋の原状回復をしていくという予定です。仕事が繁忙期で休みが少ないんですけど、なんとか頑張ります。その様子は随時アップしていきますので、応援のほどよろしくお願いします。3年半前に越してきて、その半年後に始めた YouTube。 私の部屋や買ったものなんて誰が興味あるんだろう。普段映像制作を仕事にしてるのに誰にも見てもらえなかったらどうしようと不安でいっぱいの中始めたチャンネルでしたが、こんなにたくさんの方に見てもらえて驚きと感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。皆さんに出会わせてくれたのは間違いなくこの家具たちです。私に幸運をもたらせてくれた家具たちがまたどこかで誰かに幸運をもたらせてくれると信じています。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。